こんにちは、婚活ママです。共感できる男はモテる。皆さんも一度は聞いたことがおありですよね。そもそも男性と女性では脳の作りが違います。男性は論理的、ほんで女性は感情的です。男性はすぐに結果を求めたがります。女性は急いで結果を求めません。男性にしたらオチがなくてつまらないと感じるかもしれません。女性はそのオチがない話が大好物なんです。男性脳と女性脳の違いを理解して共感できるモテる男を目指しましょう。共感してるつもりでできてない男性も多いです。こちらの動画で男脳、女脳の違いについて面白いお話をしていますのでチェックしてみてくださいね。本日のモテる男は共感上手を最後までご覧いただいて、モテる男になるためのノウハウをしっかりと身につけてください。男脳と女脳は全く別物。男性は答えをすぐに求めたがり、女性は感情を共有したい生き物です。女性の会話はオチがないですから話が前へ進みにくい。世の男性陣が持て余してしまうところです。男友達と話すノリで、それってなんとかだよねと結論を言っても女性は会話を楽しめないんです。聞き上手がモテるのと同じく、女性の話をしっかり聞いて女性に寄り添う男がモテるんです。結論を急がずに女性の話をじっくり聞いて感情を共有するんです。ところで感情の共有って何なんでしょう。感情とは悲しい、嬉しい、楽しい、辛い、悲しいなどですよね。女性は人と同じ気持ちを共有したい生き物です。なので悲しいや嬉しいなどの感情が共有できた時に2人の距離がぐっと縮まるんです。実は女性が話す内容には感情がたくさん含まれています。最近私にばっかり仕事が回ってきて、ほんまにひどい。まるまるちゃんにだけに？そらひどいね。その上感謝の一言もないからめっちゃ嫌になる。わかる。ありがとうの一言がないと嫌になるよね。せやねん。ただその一言で頑張れるのに。なるほど。だから上司を好きになれへんねんな。一言って大事やと思うねん。好きになれへんのも仕方ないね。どうですか？女性との会話であるあるな話です。この会話では女性が言った言葉を男性が繰り返してましたよね。ひどい、いや、好きになれへんなど女性が言った感情をしっかり繰り返しています。弊社ではオウム返しの術と言って次会員に指導をしています。男性がよくやる失敗例の場合、最近私にばっかり仕事が回ってきてほんまにひどい。それって〇〇ちゃんが信頼されてるからやと思うよ。完全にアウトです。おそらく10人中8人くらいの男性がこう答えるでしょう。実際は信頼されてるんかもしれません。でも女性はそんな答えを望んでません。ひどいという感情を共感してほしいだけなんです。女性の気持ちに共感できる男性はモテますが、少し訓練がいります。男性はどうしても結論を求めたくなりますから、ビジネスシーンやったら結論を求める方が圧倒的にいいんですが、女性にモテたいんやったら会話そのものを変えんと飽きません。女性の言葉を繰り返す、女性にこの人は分かってくれてるなと思われる簡単な方法があります。女性の言葉を繰り返す、オウム返しの術を習慣にしてみましょう。感情だけでなく女性の言葉を繰り返すだけだ、これだけで効果があります。昨日映画見てん。昨日映画見たの？どうやった？抹茶パフェ美味しかったわ。抹茶美味しいよね。僕も食べたいな。たったこれだけで共感力が高まるんです。相槌も重要。女性に相槌を打つだけで共感してくれてるように感じます。確かに、わかるわかる、そうやね、大変やったね。こんな風に相槌をうまく使えるようになると、女性はこの人は話を真剣に聞いてくれていると感じます。男性はあまり人の話を聞くのが得意ではないので、それだけで差別化になります。それとただ相槌を打つだけでなく、相手の目をしっかり見たり、ちょっと大きめにリアクションを取ったりすることを意識するだけでも効果が上がります。こちらの動画では効果絶大のハイブリッドの相槌について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。女性は共感力がある男性に親近感を抱くので、ぜひ共感力を身につけてモテる男を目指してください。本日はモテる男は共感上手というお話をしました。婚活を前へ進めて成婚を決めたいと思われる方は早速お試しください。
個別にサポートを受けたい方、相談所での婚活を検討されている方の相談に乗っています。オンラインで全国対応が可能です。どうぞ安心してご相談ください。QR コードからまたは概要欄の URL をタップで簡単にアクセスができます。婚活ママチャンネルは短期間で必ず結婚できる婚活ノウハウを配信しています。うまくいかずに悩んでいるあなたの婚活が劇的に前に進みますので、チャンネル登録をして繰り返しご覧ください。あなたにとってハッピーなハッピーな幸せ満開の婚活になりますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。